みんなこんにちは、ハリーです。ボーティーロッシュ投資でか今回なんですけれども、トゥートゥビッグじゃついに明日になりました。来た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 、やっていこう。あ、本日8月18日日曜日になりました。明日19日月曜日、生配信だよみんな、楽しみだね。生配信の日程についてね、先にざっとおさらいしておきますと、こちらです。全世界 1.5 億ダウンロード超感謝生放送ということで、8月19日月曜日8時から行われます。明日の夜8時です。朝じゃないよ、夜8時に行われますと。そして情報の中では書いてあります通り、全世界 1.5 億ダウンロード超感謝キャンペーン、8月19日月曜日8時が生放送、全世界 1.5 億ダウンロードを記念したキャンペーンや新キャラ情報、さらには特別なお知らせも公開になるということで発表になっております。いやー、楽しみにしておいてください。いや、この動画ではね、もうざっといつも通りどんなことが行われるのかまとめていこうと思ったんですが、もうなんかもう楽しみすぎてワクワク止まんなくってね、正直なんか詳しく紹介しない方がいいんじゃないかなって思ったので、ある程度こんなものが毎回来てるよっていうのだけ押さえておこうかなと思うんで紹介していきたいと思います。まずは最新超フェス圏キャラクター、ありがとうございます。いやー、楽しみだね。今年の挑戦キャラクター誰かな。去年はこの時期に全く同じ時期だね、イカルフィ1億ダウンロードを記念して登場しました。今回はそこから5000万増えた、かなりキリがよく節目になってるイベントになりましたと。でそこで挑戦キャラクター登場するわけなんでね、めちゃくちゃ楽しみにしておいてください。挑戦キャラクター登場すれば PV も公開になります。ありがとうございます。いやー、激アツなんだよこの PV が。去年のニカルビの PV みんな覚えてる？ちょっと見てよこれ。これだよね、ニカの PV ね、懐かしい。かっこいい。なんかさ、こんな感じでさ、ルビーとかの決戦とかも描いていって、ラストにこうやってニカルビーで、うわやべー、天が映った、月だーみたいな感じでさ、こういうね、なんかなんだろう、原作に再現ね、乗っ取ってる感じで来てくれるんで、めちゃくちゃいいよねこういうのがね。ギアセカンド、ギアサード、なるほどね。いやー、でもこれさ、スネークマンとかさ、バウンドマンも来たりとかしてるからさ、いつかギアセカンドルフィーとか来てほしいなとか感じちゃうよね。もうなんか頂上戦争ルフィーがそういう扱いなのかなとも思い始めてるけどね、個人的に。はい、来ました、覇気がいっぱい。こんな感じなのかな今回の挑戦キャラクターもね。覇気すごい盛りだくさんじゃん。だからこ、いや、かっこいい。かっこいいルフィー、これだよねー、このニカルビーだよねー、このステージちょっと欲しいけどなー。これさ、これちょっと開発してほしいんですけど、このステージもうなんかできてんのかな、これわかんないよね、このためにあるのかな。いや、この植え替えの演出とかあったっけ。あ、かわいい。いや、これちょっとなんかちょっとかっこよすぎるよなこれな、ニカルビーな。お前は誰だ。いやー、いいね、いいねー、この敵目線も描かれるっていうのがいいよな。今回さ、覇気とかで関係してさ、もしシャンクスとか登場するんだとしたらね、え、誰なんだ、どういう感じなんだろうね。なんか荒巻とかを止めに来た感じで登場するのかな。ありがとうございました、かっこいい。という感じでですね、ニカルビーが登場した時の PV 見はめちゃくちゃ激アツだったわけなんですけど、まあ、こんな感じで挑戦キャラクター登場するとね、 PV が登場するんですよ。で今回もおそらくね、でそこで PV が登場すると思うんでね、これも楽しみにしておいてください。やばかくできるね。そしてその他、生配信の時にいろいろね、明かされるものがあります。ポストリポストキャンペーンのいいね報酬かけらがもらえたりとかするよね。今回 5.5 周年アニバーサリーではなくて、これルッチの時のやつなんですが、かけらは20個配布になっておりました。そしてゲーム内ログインボーナス、これは大配布は何個配布になりますよみたいなのが配布になるんですが、ルッチはね、ちょっと 5.5 周年アニバーサリー、この時期の挑戦キャラクター1体目として登場しているので、大配布は20個なんですが、まあこの時期の8月のね、時期の挑戦キャラクターは大体50個とか100個とか、なんかそんな感じだと思うので、ログインボーナス今回も期待しておきましょう。その他配布関係でいうとね、ミラティブキャンペーンが予告されたりとかします。まあ挑戦キャラクター来るとね、こういうミラティブキャンペーン大配布されたりとかするんで、課金者の人はこういうね、外部のゲームとかも使いながら配布をゲットしていくっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。そして友達招待キャンペーン20個大配布、これもでかいよ。トレンド入りキャンペーンとかでも継承メダルもらえたりとか、オーブがもらえたりするんでね、課金者にとってはめちゃくちゃいいでしょう。そして何より配布で言うと、トラピーダイヤ
毎回ここで超絶キャラクター登場するときは大配布されてます。前回ルッチの時は200個でした。まあ、今回何個なんでしょうか。これちょっと楽しみにしておいてください。まあ、200個か250個かなと思いますね。ただ白ひげが登場した時のねタラピーダイヤは300個だったりとかするわけなんで、いや今回もしかしたら250個200個から300個くらいかな、もっともらえるんじゃないかな。これ楽しみだね。みんなそうだ、生配信で公開になるであろうイベントとしてはこういうバウンティーカラーね来るんじゃないのとかっていうのも発表になるでしょう。まあ今回どうなるかな、挑戦キャラクターが常習生されるっていうことは多分ないと思うんだ、9月とかに。なので9月1日から始まるバウンティーカラーで挑戦キャラクターおでんとかね、なんかそういうのが来たら情報修正とか復刻みたいなことは期待できるわけなんですが、まあ最近はちょっとねそういうのはない、やりきった感があるよね。青マムとかもそう、青シャンクスとかもそう、情報修正とかされちゃったんで。なので次バウンティーカラーで来るとしたら赤犬とかかな、ロジャーの次だから天皇周年とかなんでね、おでんとか情報修正食うときに、また復刻するときにバウンティーカラーが更新になったりとかすると思うんで、まあその時に期待しておくとして、今回は多分赤犬とかの更新とかそういうのもありえるんじゃないかなと思うんでね、ちょっと楽しみにしておきましょう。そして最大23回10連ガチャ無料ということが多分おそらく今回もね発表になるでしょう。これ楽しみにしておいてください。さあということで、ここまでが生配信で明日期待できることになります。いやざっとまとめたんですが盛りだくさんだよね。これに加えて今回は特別なお知らせっていうのも来ると思うんで、これちょっと楽しみにしておきましょう。この特別なお知らせっていうのをね何かなってめちゃくちゃ考えてんだけど、過去に一回もないんでこういう風な形で公開になったことは、なので超楽しみにしていいと思いますよ。これに伴ってなんと運営さんは2回も予告を出してるから、まず一つ目の PV がこちら。最後に一つだけ、バウンティーラッシュはですねおかげさまで全世界1億ダウンロードを突破いたしました。いやー負けないこれ、これがね上さんが出してきたまず一つ目の PV だよ。いやこれ楽しみすぎるよね。しかも最近になってまた PV 出してきました。それこちら。いや何これこれ、予告みたいな感じで出してくんの最高ね、歌詞バリバリ出てるし、いや今年はどんなイベントになるか分かりませんが、もう楽しみ盛りだくさんだよ。みんな一緒にワクワクして楽しんでいこう。明日8時夜8時でライブ配信します。一緒に楽しんでってください。見てやってみましょう。次の動画でお会いしましょう。ではまた。